大峰山。大峰山は奈良県の南部にある山。現在では高儀には大峰山脈を、京儀には山上が竹を指す。歴史的には、大峰山は、大峰山脈の内山上が竹の南にある大笹から、熊野までの峰々の呼び名であった。対して、星野から山上が竹を含みを根沿いに、吉野川沸島でを、金峰山という。 歴史的に使われてきた古庄及び、主言道の信仰では、青根が峰より南を、大峰、伊北を吉野としてきた。この一帯は1936年、昭和11年に、吉野熊野国立公園に指定され、1980年、昭和55年には、ユネスコの生物圏保護区、ユネスコエコパークに、登録、登録名、大台ヶ原、大峰山、大杉国、 さらに2004年、平成16年7月、ユネスコの世界遺産に、紀伊山地の霊場と山景道の文化的景観を示す主要な構成要素として、史跡、大峰山寺、大峰奥掛け道ほかが登録された。また、現在でも、女人近世である、吉野から熊野に至る大峰奥掛け道は、古来の自然信仰と、混然一体となった中国都来の新鮮思想や、 道教、仏教の修行のために、藤原家や平城家からこの地を訪れた、僧侶、修験者によって切り開かれことに始まった。熊野修験が勢力を伸ばす中で上級年間、1040年から1044年に、修験者、木ヤキラ、長園により、熊野から吉野までの大峰奥がけ道が体系づけられた。山伏が大峰で修行することを、峰入り、入り法、 入部といい、熊野から吉野へ抜けることを、順部、吉野から熊野まで猛出ることを、逆部と呼んでいる。室町時代以降、京都などに近い吉野から入山する逆部が多くなった。大峰山と書く場合の、峰は、山久しくして平らかなり、という意味を示している。深田久也の随筆、日本百名山や、それをもとにした、各種一覧表では、大峰山、 1915メートルとあるが、これは、講義でいう大峰山の最高峰、八京ヶ岳、八県山の標高である。日本百名山において、深田久屋は、山陸の吉野郡天川村泥川から山上ヶ岳に、登った。宿坊で泊まり翌朝山頂に立つとそこから南へと、大峰山脈重走路、大峰奥岳道に入り、大普賢岳、行者間岳を経て、夕方に、 未線の山小屋に来、翌朝に、近畿の最高地点である八京ヶ岳の山頂に、登った。重走路はさらに南へ続くが大峰、山最高峰到達に満足し山を下ったとされる。大峰山の麓、天川村には、日本三大部材店の一つ、遺節もあるがで、古い歴史を持つ天が大部材店舎があり、未線の山頂には、その奥の宮がある。 1984年、昭和59年8月、大峰山寺の解体修理に伴う外人周りの発掘調査で、山岳宗教史上の大発見として、黄金物二体が検出された。標高1719メートル、奈良県吉野郡天川村に位置する、日本三百名山。この一帯は、古くから、修験道の山として、山伏の修行の場であった。 道場としての大峰山は、単独の山を指す名前ではなく、吉野山から熊野へ、続く長い山脈全体を意味している。その中でも、山上が、竹、旧名、金峰山の頂上付近には、主験道の根本道場である大峰山寺、山上座王道があり、山全体を聖域として、現在でも、女人金星が維持されている。山上が竹へ通じる、登山道には、 宗教上の理由により女人禁制である胸を伝える大きな門があり、女人結界門1300年の伝統を守るための協力を依頼した看板が設置されている。これに反対する木については女人禁制を参照。しかし、1929年、昭和4年にはすでに女性が登山していたとされ、一部では入れるようになったとも言われる。1 7年、観光4年8月。 藤原道長が、大峰山の山頂である山城が竹に、自筆の妙法蓮華行、無料、義経、漢腐原行、阿弥陀行、弥勒城昇華城仏行、般若心行など合わせて十五巻を、銅の箱に収めて埋経し、これに習った貴族の大峰東廃と埋経が、盛んになった。また、道長は1011年、観光8年に歌を始めるが、 食塩によって、大峰山詣を中止した。道長の舞強は出土しており、大峰山系の記録を含む日記、御堂関白記も伝わっている。ちなみに、寄り道、四通りも登山しており、四通りは日記、小二条出通記に、東廃の記録を残している。山上が竹のふもとには、門前町として道川、泥川、温泉の集落があり、 参拝者のための旅館が立ち並んでいる。道川から大峰大橋までは道路、奈良県道21号大峰山公園線が整備されて、すぐそばの女人結界門から山頂まで山道が設けられているが、鎖場を登る、長く険しい山道が続く。標高1726メートル、奈良県吉野郡天川村に位置する。大日山と稲村は竹の二方がある。 山植え辻に稲村が竹の山小屋がある。阿黄山植物に富む。山上が竹では女人金星が維持されているが、その隣に位置する稲村が竹では女性信者のための修行の場として1960年、昭和35年より開放されており、女人、大峰とも呼ばれる。標高1915メートル、奈良県吉野郡天川村と、 上北山村の境界に位置する。八京ヶ岳、八剣山、または、富津、京ヶ岳は、近畿地方の最高峰で、頭皮や調べの原生林に覆われている。また初夏には、シャクナゲやシロヤシオが咲き、七月初旬には、国の天然記念物大山蓮華が咲く花の山となる。水場が遠い小屋や、トイレがない小屋も多い。水場までの所要時間は、 下りの時間であるので、帰りは、上りとなり1.5倍ほど時間がかかることが多い。新しい小屋もあれば老朽化した小屋もあり、小屋の快適度の差が大きいので注意が必要。また、秋は、水場が枯れたり、冬季は閉鎖されたりする小屋もあるので、必ず最新の情報を入手してから利用すること。南奥掛け、北奥掛け。天川可愛ルート、楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。